日本民間航空きっての名パイロットだったそうだからね。しかしかわいそうなのは130人の乗客ですよ、ね、最近と言ってもここ10日ばかりの間ですが、何か事故があったというと必ずこの町の人間が主役なんですから。そういえばこの間の列車衝突事故の運転手もこの町の人でしたね。千葉で担架を爆破して捕まった犯人もそうです。私はタクシー会社をやっておるものだが、30件余りも人身事故があり、とうとう会社を閉めちまいましたよ。ああ、とてもやっていけませんからね。了解。隊長、古橋曽我の両隊員は現在第3ハイウェイをパトロール中。30分後に基地に帰ります。うん、第三ハイウェイといえば北川町の付近か。亡くなったアンヌのおじさんの家もこの町だったな。隊長、もうおじのことは言わない約束だったね。ごめんごめん。ですよ。ああ、ここで一服していこうや。
俺のライフル放て、俺のライフル放て、その男、どこでライフルを手に入れたんだ？はあ、現場から100メートルばかり離れた銃砲店です。店員の話ではちょいちょい姿を見せる客なんで、一服やりながら銃の話をしてたらしいんです。すると突然気が狂ったように陳列棚からライフルと弾を取り逃げたというんです。発作的な行動なのね。ごくおとなしい青年だったそうだよ。あ、相手、我慢して、怪力が笑うわよ。職業や住所も分かってるのか？はあ、職業は平凡なサラリーマンで、住所は北川町です。またしても北川町の住人だ。これは単なる偶然とは思えない。何かある、きっと何かある。曽我隊員、その男が留置されている警察は？第四文書だ。単なやつどうしたんだろう。運び込んでから2時間ばかり眠り続けて、やっとさっき起きたところですよ。ちょうど今は取り調べ中ですから、よろしければ。はい。じゃ、分かった、どうぞ。失礼します。驚いたやつですよ。自分のやったことを全く覚えてないなんて言うんですからね。本当ですよ刑事さん、ライフルをぶっ放したなんて、そんな恐ろしい。黙れ。この服に見覚えがあるだろう。君はね、ウルトラ警備隊の古橋隊員に傷を負わせたんだぞ。知りません、本当に何も知らないんです。よし、じゃあさっきの話を続けよう。朝飯にトースト2枚とミルクを飲んで、それからどうした？日曜日だし、映画でも見ようと思って家を出ました。それは何時頃だ？10時頃だったと思います。新聞とタバコを買って。新聞はどこで買った？駅の売店です。タバコは？駅前の自動販売機で。それで映画にはまだ間があったんで、行きつけの銃砲店に寄ったんです。何者だ？姿を見せろ！誰だ？堂々と出てこい！諸星団、いや、ウルトラセブン。我々の邪魔をするな。これは命令だ。今すぐに手を引け。我々にとって君を倒すことは問題ではない。だが、同じ宇宙人同士で傷つけ合うのは愚かなことだ。もう一度忠告しておく。北川町に近寄るな、ウルトラセブン。やっぱり。それにしても何を企んでいるのだろう。リオ、歩いたりして大丈夫ですか？大丈夫だ。メディカルセンターではアンヌ隊員がうるさいんでね、ここで一服させてもらうよ。どうぞどうぞ、コーヒーでも入れますよ。
メディカルセンターへ連れてけ。はい。ダン、大丈夫か。ああ、フロア氏はどうした。死んだように眠り込んでます。そうか。いやー、全く驚いたよ。さっきのライフルマンそっくりなんだから。隊長、そういえばライフルマンを行動後失神したように眠っているんです。よく似てますね。その隊員、まるで気違い病院だ。早く連れ出せ。わからん。これは一体どういうことなんだ。隊長、フラッシュ隊員もソガ隊員もここでタバコに火をつけた瞬間、これですよ。このタバコに原因があるんです。よし、カーカーに回そう。フラッシュ隊員、起きてください。起きてください。あのタバコどこで手に入れたんです。フラッシュ隊員。ダン、そんなことしても無理よ。二人とも昏睡状態なんだから。ソガ隊員。クソ、こんな大事な時に。そうだ、アンヌ、一緒に来てくれ。タバコですか。どちらかといえばヘビスモーカーでしたわ。タバコはどちらでお買いになってましたか。さあ、まちまちだったと思います。事故当日かその前日、おじさまはこの町のどこかでタバコを買っているはずなんだけどな。ママ、僕知ってるよ。え、ヒロシちゃん、本当。だって僕、パパと一緒にタバコ買いに行ったよ。そう、あの朝ヒロシと散歩に出かけましたわ。坊や、そのタバコ屋さん覚えてるかい。朝早くだからまだタバコ屋さん閉まってたよ。じゃあどこで買ったの。あのね、駅前の自動販売機で。タバコは駅前の自動販売機で。駅前の自動販売機だ。そうだ、間違いない。売り切れか。遅かったわね。そうでもないさ。今にタバコを入れに来るやつがいる。そいつが来るまで張り込むんだ。宇宙ステーション V3 の隊員が矮星探検をした時に持ち帰った宇宙下士の実がありました。あれとよく似たもんです。もちろん地球には存在しません。この赤い結晶体はどんな性質を持っているんだい。あ、それに侵されると他人は全て敵に見えてくるという効力があるようです。他人が敵に。そうです。従って理性や感情を失い、敵を倒す殺意だけを持った人間に変わってしまうんですよ。それをタバコに仕込むとは恐ろしいことを考えたもんです。人類の約半分ぐらいはタバコを吸ってるんですからね。甘い。
ダニー管官からの報告を知らせてやれ。はい。君のおじさんもタンカー爆破の犯人もライフルマンもみんなその赤い結晶体のために殺人鬼と化してしまったわけだ。おじさま、そうとも知らずにフライトの前に一服やったのね。来たぞ。団より本部へ、団より本部へ。はい、こちら本部。隊長、北川町南駅前の自動販売機を急いで取り払ってください。例のタバコはそこで売ったんです。駅前だな。よし、分かった。それから北川町の住人にそこで買ったタバコを飲まないように呼びかけてください。これ以上犠牲者が出たら大変です。了解。君の現在地は？アンヌ隊員と怪しい男を追跡中です。隊長、何か起こったんですか？古橋、そのアンヌ、君はここで待ってて。一人で大丈夫なの？うん、何かあったらすぐ本部にさせる。いいね。了解。ようこそウルトラセブン。我々は君の来るのを待っていたのだ。何？歓迎するぞ。なんならアンヌ隊員も呼んだらどうだい。君たちの計画は全て暴露された。おとなしく降伏しよう。我々の実験は十分成功したのさ。実験？そうだ。赤い結晶体が人類の頭脳を狂わせるのに十分効力があることが分かったのだ。教えてやろう。我々は人類が互いにルールを守り、信頼し合って生きていることに目をつけたのだ。地球を壊滅させるのに暴力を振るう必要はない。人間同士の信頼感をなくすればいい。人間たちは互いに敵視し、傷つけ合い、やがて自滅していく。どうだ、いい考えだろう。そうはさせん。地球にはウルトラ警備隊がいるんだ。ウルトラ警備隊？怖いのはウルトラセブン、君だけだ。だから君には宇宙へ帰ってもらう。邪魔だからな。
本部へ。アンヌより本部へ。はい、本部。何？アパートから宇宙船が？うん、うん。中には弾がいるんだな。よし、了解。隊長。うん。ウルトラホーク1号、起動スタンバイ。計画はこうして終わったのです。人間同士の信頼感を利用するとは恐るべき宇宙人です。でもご安心ください。このお話は遠い遠い未来の物語なのです。え、なぜですって。我々人類は今宇宙人に狙われるほどお互いを信頼してはいません。